今日の営業は終了だね。はあ、疲れた。終わったね。お疲れ様、ほのかちゃん。手伝ってくれて本当にありがとうね、ほのかちゃん。おかげでお客さんもスタッフのみんなもすっごく喜んでくれたよ。どういたしまして。それに一緒に働いたおかげで小鳥ちゃんがこのお店で人気者の理由が改めてよくわかったよ。どういうこと？小鳥ちゃんはとっても優しいんだね。どんな時でもお客さん、スタッフさんたちのことを一番に考えて頑張ってる。みんなが楽しんでくれるように、みんなが笑顔になれるように。だからそんな小鳥ちゃんを見てると私もなんだか元気が出てくるんだ。恥ずかしいな。でもね、小鳥ちゃん、だからって自分の気持ちを隠してばっかりなのは良くないと思うよ。というわけで、ごめん小鳥ちゃん、ちょっと電話するね。あー、もしもし。うん、終わったからそろそろ始めよう。あの、ほのかちゃん、わかるよ。というわけで小鳥ちゃん、この後ちょっとだけ付き合ってくれる？え？あ、うん、いいけど。よし、着いた。みんな、お待たせ。ちょっと、ほのかちゃん、どうして部室なんかに来て？で、海ちゃん、それに、みんなも。なんとか間に合いましたね。準備の方はよろしいですか？もちろん。見て見て、リンとカヨチン合作のローストチキンビュー。ま、作るケーキが一つ増えたって手間は同じだしね。オクテーブルはここでいいの？喉が渇いてると思ってジュースを持ってきたわ。これとっても美味しいのよ。みんな、このごちそうは何？小鳥のクリスマスパーティーがまだ残ってるでしょ。お客さんとお店のためにいっぱい頑張ったんだから、今度はあなたの番よ。けど、だからってこんな時間に部室で集まったりしてるところを先生に見られたら怒られちゃうよ。心配ご無用。先生たちからはちゃんと許可をもらってるよ。うちらもそのためにそれぞれ用事を済ませてきたんだしね。ですね。さて、準備も終わったので私たちはそろそろ引き上げましょう。あの、今からミューズのみんなでパーティーをするんじゃないの？うん、小鳥ちゃんのためってのぞみちゃんが言ってたでしょ。今から始まるのは小鳥ちゃんのプライベートパーティーだよ。私のプライベートパーティー？うん、気づくのが遅くなってごめんね、小鳥ちゃん。本当は小鳥ちゃんも家族でクリスマスパーティーを開きたかったんでしょ。だから今夜だけは私たち遠慮させてもらうね。というわけでどうぞ。